はい、どうも、こんばんは、和道でーす。いやー、寒い。出かけておりました。皆さん、よろしくお願いします。お疲れ様です。2017年の12月20日、朝の5時28分です。よろしくお願いします。ちょっとね、この枠は1時間ぐらい軽めにやろうと思ってますので、皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いします。おはようございます。寒い外、めちゃめちゃ寒い。リュウホデスマス、いらっしゃい。お疲れ。いやーね、夢が叶いそうですよ、皆さん。いや、ほんとね、引き寄せの法則ってあるんだなっていう、引き寄せの法則って本当にあるんだなと思いますよ。マジで夢は叶うんだっていうのが本当に思いますね。前々から言ってたんだけど、身につけるものとかをちゃんと選びたいっていうか、自分が身につけるものに責任を持ちたいとか、あと身につけたものをグッズで販売したいっていう風なことをずっと言ってたんですよ、放送やってて。それはなんか和道グッズに対する思いとかがあって、で、これはね、バンドやってた頃から思ってたことなんだけど、シドビシャスっていうアーティストが、自分がつけてたネックレスがあるんですよ。シドチェーンとか呼ばれてる。南京錠を首につけてたんだけど、それはファンの人が身につけたいっていうのはわかるんですよ。シドビシャスがつけてて、シドビシャスのファンだから、私も同じのをつけたい。これわかるじゃないですか。でも、そう、配信者であったりとか、アーティストのグッズって、本人が身につけてるわけじゃなくて、本人が好きなブランドってわけじゃなくて、その人が売ってるものを買って身につけてるっていう構造が俺は嫌いだったのね。なんかおかしくて？みたいな。それってただの商売だし、なんて言うんだろう。それって、ワンシーズンで終わっちゃうじゃんっていうのがあって。で、俺も全く同意見だったのよ。自分が欲しいと思うものを身につけて、で、それをなんか一緒につけたいっていうか、みんなと一緒に共有したいっていう。で、一種の面白い話だよ。おはよう。で、俺はだからアーティストの真似をするのはわかるんだけど、アーティストが売ってるものを、なんか買うっていうのは、それってファン心理としておかしくないかっていうことをずっと言ってたんですよ。で、俺は、自分が身につけたものを、まあみんなに身につけてもらいたいっていう思いがあったの。でだ。で、シルバーアクセのショップとかやりたいねって普段言ってたの覚えてます？皆さん。夢が叶いそうです。実は、さっきの放送の後に飯食おうと思ってたんだけど、リスナーさんから連絡が来て、で、話してて、なんとですね、和道ブランドをちょっと立ち上げようかと思ってます。夢が1個叶いそうですね。和道の、ちょっとシルバーブランドを立ち上げます。これ結構面白くない？今、その話が終わってきて、完全オリジナルで自分が身につけたいシルバーをちょっとブランドを立ち上げようかなと思ってて。結構ありっしょ、これは。で、今リング作ろうかとか、ブレスレットにしようかとか、何作ろうかっていうのを話してたんだけど、もう何でもできると。もう任せるよ、つって。もう好きなようにやっていいよって。ちょっと和道ブランドをね、シルバージュエリーブランドを立ち上げるんで、名前何でやろうかな、何を作ろうかなって言って、すごい迷ってるんだよね。どっから攻めようかな。リングがいいかな、ブレスレットがいいかな。何から作る。楽しくね、こういうの。すげえ楽しみなんだけど。
何から作ろうかな。まあ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 、そんな報告ですね。あ、夢って叶うんだなっていうか、やりたいことって達成できるんだなやっぱりっていう。これは結構自分の中でね、やっぱりなっていう、やっぱり俺あの人に恵まれてるなっていう、すげえラッキー面ですよ。ラッキー面、運がいいなと思って、すげえ幸運だってさ。普通に生きてたらさ、なかなかないじゃん、そのなんつうの、自分のシルバー全くオリジナルの作る機会とかもないじゃん。恵まれてね、すげえ。超恵まれてるんだよね。いいよね、いいよね。だからもうシンプルにブランド名は和道でいいかなと思って、なんかいろいろ考えたんだけど、刻印に小さく和道って入れちゃおうと思ってて、わからない程度に裏とかの刻印、で完全フルオーダーでさ、フルオーダーっていうか、まあ俺がフルオーダーの状態作れるから、で一個一個作ろうかなと思ってて、まずは受注生産、オーダーが来て和道と同じの欲しいってなったら、あの売るっていう形から入ろうかなと思うけど、でもいずれねショップとかやりたいなとか思ってるから、だからデザインとかやったことないからすげえワクワクするなとか思って、シルバーとプラチナと金を扱えるんですよ。シルバーとプラチナと金何でもいけるよって言って、でまあまあその生産とかその全然できるかなと思って、まあまあ流れたら流れたでいいんじゃないの、別に誰も損するわけじゃないから、別にうまくいかなかったらうまくいかなかったで失敗したで終わりでいいじゃん、別に誰も損しないでしょ。俺はなんかやりたいことができてるのが一番幸せでかっこいい生き方だと思うから、別に何もトライしないよりは全然いいと思うよ。これ結構ワクワクするね。何作ろうかな、なんかリングも違うかなとか思ってて、なんかいいアイディアね。なんかいいアイディアないかな。何作ろうかな。リング、リング、ブレスレット、ネックレス、ネックレスね。ネックレスが一番ポピュラーなん、ポピュラーっつうか一番作りやすいみたいね。リングとかはほらもうある程度なんつうの決まってるじゃん、パターンが。だけどその胸元は一番インパクトあるし、その造形こだわれるからいい、いいって言われた、アドバイスされた、ネックレスとかいいんじゃんとか、もう何でもいいよって言ってた。極端な話何でも作れるって。でメガネとか作れますって聞いて、メガネも全然作れるけど、いるみたいなメガネも全然作れるよみたいな。要はそのワックスっていうのもらってきたんだけど、ちょっと待ってね、ワックス今持ってくるわ。
しかもね、シルバーのメガネとかいいでしょ。なんか俺はメガネありかなとか思って、なんか思いっきりそのハイブランドにしちゃおうと思って、値段バッチリ上げて、もう欲しい人しか買わなくていいよぐらいの。これがそのワックスってやつなんだけど、要はこれを削り出して型を作れば何でもできるよっていう、いやそれがね、その人、そのゴローズと関わりある人なのよ。ゴローさんってもう死んじゃったって話してきたけど、でこれで和道くんが好きなもん形を作ってきた、全部もうシルバーだの金だのプラチナの何でもいけるよって鎧鎧ね700万円で売るシルバーの鎧、でその普通さ、ほらシルバーの手作りアクセとかだと粘土とかで作るじゃん。あれってもう要は全然ダメなんだって。そう、本当にシルバーやってる人からすると純度もダメだし、劣化も早いし、もう要は均一なもの作れないし。ただその和道くんがある程度のデザインを形これで作ってきてくれたら、その俺が微調整とか細かい修正とか、ここをこうしてくれって全部やってあげるから、ひな型を作ってきてくれたらもう全部形にしてあげるよって言われて、そう、何がいいかな。シルバーにこだわらなくてもいいんだって。金でもプラチナでもいけるって言ってた。要は何を表現したいのかっていう、まあ多分販売する価格的にリスナーさんが手届く価格にしないといけないから、そうシルバーでもいいかなとは思ってるんだけど、こういう工場に行ってきて、今夜中に工場なんだけど、すごいでしょ。こうやってもう全部そのシルバーを作るための道具とか全部あんのよ。面白くない？そう、こういうシルバーでドラゴンとかも作れるよって、熱いっしょ。俺もそう思ってるんだよね。これすごくない？もう手のひらに乗っかるぐらいの大きさなんだけど、何でもできるって。でフィギュアも作れるの。あのソフトビニールのフィギュアあるじゃん。ああいうのも作れるんだけど、それはやめた方がいいっつって、もう形作ったら終わりだからって、売れなかったら在庫残るからって。シルバーだったら極端な話、作って売れなかったら溶かしちゃえばいいんだよって言ってたから次のデザインに溶かして型変えちゃえばいいんだよっつって。だからその生産がその在庫が効くものだからシルバーの方がいいよって言われた。だから何から作って販売するかだよね。俺が欲しいものが一番いいんだろうけど、何がいいんだろうな、何作ろうかな。タバコのケースとかシルバーで作ったらかっこいいかもしんないよね。シガーケースとか、スマホか財布のキーホルダー。1個ネックレス作るんだったら、なんか鍵を作りたいなとか思って、鍵のその鍵のネックレスとかいいのかなとか思って、紐で結んで鍵っ子みたいになるってよくない？鍵作ろうかな、最初に鍵。
シルバーで作ったかっこいい鍵をここにぶら下げるみたいな。昔小学生の時、同級生にいなかった鍵っ子。鍵っ子っていたでしょ。だから、両親共働きで鍵っ子。だからその鍵っ子がかっこいい鍵をつけたいじゃん、やっぱり。俺鍵っ子だったんだよね、っていう。一番最初の作品は鍵から行こうかな。何から作ろうか。スマホか財布のキーホルダーはいいかな。シルバーでキーホルダーってあんのかな。鍵作るか、鍵。鍵どう？鍵。かっこいい鍵。マスターキー作ろうぜ。マスターキー。何がいいかな？リングとかの方がいいのかな？どうなんだろう。数珠？あ、シルバーの数珠ってかっこいいかもね。シルバーのパワーストーン。創価学会なんですかっていうのはちょっとよくわかんないけど。数珠かっこいいかもしんないな。数珠いいかもね。シルバーの数珠って確かにあんま見たことないな。シルバーの数珠か。なるほど。んなんがいいんだろう。なんかいいのねえかな。シルバーのボールペンとか持ってるけどかっこいいけどね。ボールペンは結構かっこいい。ありだよ。まあでも使う人限られるかな。何がいいんだろう。
まだ食べてない。ごめん、クビた。ごめん。まだ食べてない。あれ、腐るの早い？まだ開けてないんだよね。大丈夫かな？今日もうこの枠の後寝ようと思ってるんだけど。ごめんね。まだ開けてねえや。シルバーブランドはどうしようかな。賞味期限やばい、マジで。明日じゃ間に合わないかな。そんな感じなんだ。生もの。なんかいいアイテムねえかな。どうしようかな。女の人も身につけてもらいたいんだよな。だユニセックスな感じにしたいね。男も女も使えるものがいいな。どうしよう。超むずい。ちょっとググってみよう。あのさ、ティファニーとか鍵かわいいよね。ティファニーの鍵のやつとか。ああいう系にしたいな。俺、鍵のアクセサリーはありだと思うんだよね。ティファニーの鍵あるじゃん、ティファニーの。あれのかっこいいバージョン。まあ、でも我の道だよ。ティファニーがさ、可愛い鍵を売ってるんだよ。これなんだけど、ちょっと待って。なんかこれ起動しないんだよな、うまく最近。なんでなんだろう。あ、来た来た。こういうさ、鍵のアクセサリーのかっこいいバージョン作りたいね。鍵のアクセサリーの。鍵にしようかな。第一弾。箸と箸置きを銀で作んの。いいよね。これだったら女の人でも身につけることできるもんね。鍵作るか。鍵にしようか。ねえ、これだったら困らないでしょ。女の人でも可愛いもんね。鍵だったら。いいよね。できるよね。女の人もネックレスにできるもんね。海外も視野に入れて漢字で和道でしょ。漢字で和道。海外も視野に入れての和道ですよ。小さく刻印入れるけどね、和道は。鍵にすっか。鍵のアクセサリーにしようか。そうしよう。これとかめっちゃおしゃれだな。これかわいいね。
鍵でいきますか。鍵にするわ。よし、じゃあ今度鍵かっこいいの。かっこいい。かっこいい鍵なんかあるかな。かっこいい鍵のデザイン。これとかめちゃめちゃかっこいいじゃん。なんか古い。アンティークな感じの鍵にしたいね。いいじゃんいいじゃん。鍵のデザインだな。おい、そうそう、おはよう。そうそう、夢が叶ったよ。俺引き寄せの法則やっぱ持ってるよ。おはよう。そうそう。うわ、これめっちゃかっこいいな、このデザイン。やっぱね、夢は叶うんだよ。お声がかかったっていうか、昔の出会ったリスナーさんから連絡が来てて、で、まあ話してて、で、おはよう。で、お声がかかったっていうよりも、俺がずっとさ、シルバーブランド立ち上げたいって言ってたじゃん。で、まあ30分ぐらい話してて、電話で。なんかピンとくるものがあって。で、なんか言ってるのよ。その人喋りが得意な人じゃないんだけど、完全アーティスト系の人だから、発想が喋るの下手な人なんだけど、なんかスタジオがスタジオがってずっと言ってるから、え、何のことっすかっつって1分ぐらい聞いたけど、スタジオがねって言ってんだけど、いや、何のことか分かんないっすっつって、あれ説明しなかったみたいな、いや分かんないっすって言って、まあ話を聞いてみたら、そのシルバーをもう30年近くやってる人なのよ。簡単に言ったら。で、え?みたいな。で、なんか、言ってて、で、今から来てみたいな感じになって、いや、今、夜中の3時っすよってなって、いや、もう、動こうっつって。今来てって言って、タクシー乗ってバーって行って。で、その話聞いてみたら、要は、ワド君、シルバー作ろうと。で、それは、なんか、俺がそのシルバーブランド立ち上げたいっていうことでは、を、での発言ではなくて、でも、完全にもう、工場なのよ。お邪魔したところが。これ、映るかな?わかる?もう、極端なこと言ったら、工場のオーナーさんで、で、もう、なんつうんだろう。で、もう、なんか、やりたいことあったら、もう全部協力するって言ってくれて。で、いや、実は、シルバー作りたいとか、ブランド立ち上げたいっていう話をして、まあ、夢だったんですよって言ったら、あ、やろう、やろう、やろう、任せた、みたいな。もう、全部やるから、つって。で、っていう流れ。もう、金だろうが、プラチナだろうが、シルバーだろうがって。何でもいける。彫金師っていう仕事らしいな。彫金っていうの。で、もう全部やるから、つって。で、お金の話とかしたら、ああ、原価でいいって。全部原価でやるわ、つって。簡単に言ったらもう、中抜きする気全然ねえ、みたいな。和道くんがかっこいいと思うことやって、つって。で、儲けて、つって。マジっすかって言って、うん。そういうめんどくさいのはいいや、つって。俺は俺で食えてるからって言って。だから、かっこいいと思うデザインと、やりたいことを具現化して連絡ちょうだいって言って、ガーって酔っ払って寝てた。で、俺はずっとその工場で資料とか見て、うわ、何やろうかなって言って、今帰ってきたところ。で、みんなに何作るって話してたのよ。で、要はこれがワックスっていうやつらしいんだけど、これで、
大体アラークでいいから、そうイメージしたものを作ってきてもらえれば俺が全部仕上げてあげるよ。で、そう完全受注生産で和道くんが身につけて自分でモデルになって欲しいって言われたら俺が作ればいいんだろうって。だからもうひな型だけ作ってくれって。だからもうシルバーでこういう造形とかもできる。手のひらの大きさなんだけど、これもう竜の造形とかも全部見せてもらって、もう何でもできるって。すごいでしょ、かっこよくない？もうシルバーでドラゴンとか作ってんのよ。やばいっしょこれ、かっこよくない？でこれ欲しいと思ったもん。これ手のひらぐらいの大きさ、シルバー。もう何でもできるって。だからうわー、なんか去年言ってたことを叶ってるわーと思って、これ形にしたいと思って、で何作ろうかっていう話をしてたの。だから完全にそのブランド素晴らしいよね。そうそう、びっくりしない？そうそう、だって俺がさ、シルバーのブランド立ち上げたいって言ってたの覚えてるでしょ。もうずーっと聞いてるわけだから。俺結構口癖みたいに言ってたじゃん、なんかアクセサリー自分のものしか身につけたくねえみたいなこと言ってたじゃん。ウケない？ここまで引き寄せると強運すぎるだろうと思って、でなんかそのベギラゴンとかそのゴローズみたいになったらいいねなんて言ってて、そうすごいよね。だから1個目は何作ろうかなっていうので、俺は鍵のアクセサリーがユニセックスでいいんじゃないかと思ってて、いろいろ考えたんだけど、まあデザインもしやすいし、なんて言うんだろう、鍵のアクセサリー作ったらなんか女の人も男でもつけやすいのかなと思って、まずはペンダントトップから行こうかななんて話してた。なんかいいアイデアある？そうそう、すげえよな本当に、我ながら引くわ本当、人との出会いの運の良さっていうか。で俺その人がそういう仕事についてる人だと全く思ってなかったからびっくりしたんだよね。なんか本当になんか出会いってわかんないよね。とりあえずね、配信者の友達とか石野とかにも配ろう。とりあえず仲間に配ってつけてもらおう。つけてっつって宣伝してっつってねえ、仲間の配信者の人に、ヒカルくんとかにもさ、言い続けること本当大事ね。そっそ、おはよう。いや本当にそうなの。そうだからよく夢を語るなとか言う人いるけど、ダメなんだよね。語り続けて何年も経つとその人に届いたりするんだよね。回り回って引き寄せるんだよ本当に。言わないとダメ、やりたいことは言わないとダメだわ。だってさ、シルバーアクセサリー作りたい作りたいって言っててさ、作れると思ってないけど引き寄せの法則が発動するわけだから、だからやっぱうんいいわって思うもん。そんなチャンスってなかなか回ってこないじゃん。シルバー作ったこともありませんシルバー造形とかもしたことありません、どうやってできんだよって普通の人だったら思うじゃん。できちゃったよ叶っちゃったよ、びっくりだよ本当に。もうぼちぼちかな、そんな儲かってない。いやめっちゃ楽しみだよ。みんな買ってね、周りはできるわけねえだろって言うけど、まただからまた叶うわと思って、周りはまあねえ、またお前、まあまあ知り合いとかね、昔からの人はもう知ってるんだけど、お前運強えなみたいな、ねえ何言ってんだこいつって思うけど、もう今日さすがになんかびっくりしたね。実際工場とか見てさ、全部あるのよ、その金を溶かすもの、コンプレッサーだからルーターとか1個20万するルーターが
5、6台並んでて、もう工場なの完全に。そう。だから数百万の機材、あ、もう全部作れるから、みたいな。え？みたいな。それって1個生産するのにどれくらいコストかければいいんですか？つって、いいんだよ、シルバー代でいいんだよ、つって。手間賃なんか取んねえよ、つって。そう。最初は1個2個売れるところから始まるから、いいよいいよ、協力するよ、つって。権利とかも全部いらないよっていう。ええー、みたいな。空いてる時間に全部やってあげるから、つって。だからもうその人が言ったアイディアが、そのリスナーさんからもし初期ロットに関しては和道くんのデザインで買いたいっていうわけだから、イニシャルとかも全部掘れるよって、掘ってあげなって。その人が、その人、例えばそそって掘ってほしかったら全然できるから。マジっすか？みたいな。全部できるよ、つって。さすがに一個一個その人のデザインとか無理だけどって、その作るのが和道くんだからって、和道くんが決めた型でこれを量産するって決めたら、その刻印ぐらいだったら余裕でできるよ、みたいな。やばーみたいな。めっちゃ嬉しいでしょ、それ。なんかいい感じにしたいなと思って。なんかいい感じにしたいわ。せっかくいただいたチャンスだからね。もう寝てるとき、コメント最近書いてないけど、寝てるときも仕事してるときもずっと聞いてるよ、つって。だ今時間が空いたからさ、つって。仕事に余裕できたから、全然手伝うからねって言ってもらえて。いやー、夢が広がるわ。何やろいや、地道に行こうかなと思って。まあ来年やることができたなと思って。これは結構自分の中で成功させたいなと思ってるから、ちょっと気合入ったかな。最近何やっていいのか分かんなくなってたから、自分でなんかやることができたっつうか、仕事ができたのはすげえ。なんかこのプロジェクトはちょっとうまく活かせたいなと思ってる、自分の中で。和道ブランド。テンション上がるわ。こういうの楽しいよね。遊びが仕事になる感覚ってすげえ楽しいな。物だったら買う。マジで？物。買って。広めて。宣伝して。で、その人が、寝ながらさ、酔っ払っててさ、寝ながらボソッと言ってくれたのが、なんかどっかで和道くんが作ったものを隣にいる人が和道くんの作ったものつけるような、いいねって言ってくれて。
そう言ってもらいたいかな。バリューの特権でつけたらいいのに。まあまあそういうのもね、徐々に、バリューはバリューで育てていくから、なんか変に特典つけなくて、今は自分の付加価値だけで勝負したいなと思ってて。で、形になってきたら、後から特典はつけようと思っててさ。なんか、なんだろう。変に特典つけて、特典に振り回されたくないなと思ってて。今、俺に価値があると思ってて、ビットコイン保有してる人がさ、遊びで買ってくれたらいいなと思ってて。いやー、どんなデザインにしよう。失敗したらね、キーホルダーの鍵みたいになっちゃうからね。土産物のところに売ってるさ、キーホルダーの鍵みたいな、キーホルダーの剣みたいになっちゃうからね。デザイン失敗したらね。お前これつけねえだろみたいなね。お前これキーホルダーじゃねえかよみたいな。そういうのにはしないように頑張んないと。ダメだ、センスなかったわ、つって こんな恥ずかしいもん身につけらんねえわ、つってね。だから、失敗するとこうなっちゃうね。わ かる？失敗するとこういう風になっちゃうから。クソダセえな、みたいな。これを首に下げたらダサいでしょ。お前、そりゃさすがにねえだろ、っていう、俺はこうならないように頑張るわ。こうならないように。これ結構人気あるんだよ。え、お前下手したらこうなっちゃうでしょ。お前センスねえな、みたいな。中二病じゃねえかよ、みたいな。もっとね、リッチな、高級感ある感じね。ハイブランドな感じでやってかないとダメだと思ってるから。これが、こういうのかっこいいね。こういう風な感じだったらさ、首に下げてたらかっこよくない？ちょっとワンポイントで。こういうのとか、まあ、こういう感じ？これかっこいいよね。こういう風な攻め方をしたいかな。イメージ的には。なんかこう、高級感あって遊び心ある感じの。こういう。これのシルバーとかプラチナとか金とかで。ね。間違えないように頑張ろう。アンティーク調のね、そう、装飾がかった。こういうのがいいな、俺は。キーホルダーにならないように頑張ります。デザインの紙に起こして造形して、いや夢広がるわ。頑張る頑張る。さっきのワックス、スノボのワックス。いや、なんかその、シルバーを造形する用のワックスだと思うよ。シルバー用のワックス。なんかその、スノボとかに使うようなワックスじゃないと思う。硬い、もっとプラスチックみたいな。テミさん、風船ありがとう。なんつうんだろう。そう、ドロドロするとかじゃないの。なんか、その、工作用のワックスだと思う、これは。で、これで形を作って、その、なんつうの。それ通りに作れるんだ。だから銀のことも結構いろいろ教わって、なんか俺らが思ってる銀って加工が入ってる銀なの。もっと、なんつうの、白銀っていうか真っ白の銀なのね。加工前の銀って。これって銀っすか？っつったら、これが銀だよ、っつって。みんなのやつは、その、加工が施されてるんだよって。焼きを入れたりとか、なんかこう、くすみを入れたりっていう。
本当はピカピカの銀なんだよね。あ、そういうなんかのもできるって言ってた。でも高級感出すのはゴールドとかで仕上げてもいいんじゃんみたいな。もう本当に金で作っちゃうっていうのはありなんじゃんっていう。安っぽくなくて、ただその銀とは値段跳ね上がっちゃうけど、そういうやり方もありなんじゃないかって。もう任せるよって言われた。そこはもう好きにしていいって。もう何でもできるよっていう。で、もうその和道くんのセンスでいこうっていう。逆にだから困るよね。逆に困る。何でももう無限大な状態だから何でもできちゃう。どうしようかな。いやうん、俺ももう寝るよ。飯も食ってないでそのままだったから、起きたから飯も食ってなくてさ、腹ペコな状態で行ったから、今日は寝て、ちょっと明日からシルバージュエリーというか、ジュエリー屋さん和道ジュエリーの放送を練りながら放送しようかなと思って、今日は寝る。趣味だな。夢は叶うね。あとはこっからどう形にしていくかだから、一番楽しいところだよな。これで一個も売れなかったら意味ねえかんな。クソダサかったら意味ねえかんな。わあ、めっちゃ楽しみだわ。じゃあ俺もうそろそろ寝るわ。うん、ちょっとみんなに話したくてご報告でした。それじゃあ皆さん、また明日、おやすみなさい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。